サンセバスチャンでガレビンドール村の教会区にある教会、ガラバンダルの聖母は、ガラバンダルに聖母マリアが出現したとされる出来事である。ガラバンダルの出現は広く知られており、スペイン北部、カンタブリア州のペーニャ・サグラ300に位置するサンセバスチャンでガラバンダルの田舎町で、1961年から1965年にかけて、4人の若い女子生徒に、 大天使聖ミカエルが最初に現れ、次に祝された、乙女、マリアが現れたとされる。訪問は1 0回にもわたり、多くの群衆を引きつけ、超自然的現象を伴い、その多くが写真に収められ、何千人もの目撃者がいる。原始を見たのは、マリロー・リマゾン、ヤシンタ、ゴンザレス、マリクルス・ゴンザレス、そして、コンチータ・ゴンザレスである。 この一連のご訪問での祝された、乙女マリアはしばしば、ガラバンダルのカルメル山の聖母と呼ばれる。それは、聖母の容姿とドレス、髪型が、カルメル山の聖母の声によく似ているからである。ガラバンダル教区の教会の祭壇1961年6月18日、この村に住む4人の少女、コンチータ、マリローリ、ヤシンタ、マリクルス、 11歳が天使を見たと村民に告げた。信心深い村でもあり、あっという間に噂は広まった。天使はミカエルを名乗り、ほぼ毎日のように4人に姿を見せた。火を追うごとに、野獣馬の方も増えていったが、彼らには、天使の姿は見えなかった。ただ口々に、少女たちの異様な反応について証言するのみであった。少女たちは、甲骨とした表情でひざまずき、 首を大きく不自然なまでに、後ろへ反らした姿勢のまま、時には2時間ほど硬直していたという。7月2日の日曜日には、ガラバンダルの全村民ばかりか、近隣の村々からも群衆が押し寄せた。少女たちを先頭にした大行列が、教会道より始まり、奇跡の場所に着いた時、前回の天使の予告通りに、二人の天使を従えた、聖母マリアが出現した。 と言っても、姿を見たのは少女たちだけではあった。しかし、後で4人から個別に聞かれた、報告内容は一致している。聖母は純白の衣に、薄青のマントを羽織り、長い濃茶の髪の上には王冠をいただいている。顔は重長で、鼻は細い。天使たちも重長で、瞳は黒い。マントは青く、爪は、丁寧にも短く切り揃えられていたという。 ガラバンダル聖母のメッセージ97ページエンデルレ、書店2006年発行ビデオ、ガラバンダル聖母のメッセージエンデルレ書店2006年発行、エルインパーシャル第31号、ガラバンダル聖母のメッセージ98ページエンデルレ、書店2006年発行、天使の頼り第4号天使館2003年5月発行、ガラバンダル聖母のメッセージ106ページエンデルレ書店2006年発行、 ありがとうございます。